エンゼルストラウトが WBC での大谷翔平との対戦心待ち。すごく楽しい戦いになると思う。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。米大リーグアスレチックス、エンゼルス、4日、オークランド、オークランドコロシアム、エンゼルス大谷翔平投手、28が4日、日本時間5日、敵地アスレチックス戦に、 3番指名打者でスタメン出場。試合前には同僚で主砲のトラウトを外野手が取材に応じ22年シーズンを振り返った7月途中から約1ヶ月故障で離脱することもあったがここまで39本塁打を放つなど存在感も示した。トラウトはとてもフラストレーションが溜まった。シーズンを調子よくスタートしたのに突然あんなこと。 故障離脱になって、一度ああなると、自分では一刻も早く直して試合に戻ろうと思っても、なかなかそうもいかなかった。でも、戻ってきてからは、しっかり戦ったシーズンを終えることができた。と悔しさを滲ませながら振り返った。来春の WBC には、米国代表の首相として初出場する見込み。ベッツ、アレナード、ディーターナー。 ハーパーら大物選手も続々と出場を表明して大会2連覇へ向けて最強軍団を結成しようとしている。大谷も侍ジャパンでの出場に意欲は十分。直接対決の可能性もあるトラウトはクラブハウスでもみんなでそのことをいつも話しているよ。すごく楽しい戦いになると思う。そこに現地に行ってみてどうなるか見てみようじゃなか。 誰が日本チームにいるのかは知らないけど大谷は出たいと言っていたしきっと楽しいものになると思うみんなとプレーできるのは楽しみだし時にはチームメートと戦うこともあるかもしれないのも楽しみと心待ちにしていた大谷の今季の活躍ぶりについてはアンビリーバブルだったサイ・ヤング賞のトップ5に入ることに議論の余地はないね5日ごとに投げて。 あれだけの数字を叩き出すのはとてもスペシャルなことだ大勢の人たちが彼の今季シーズンの活躍を少しはく見ているがそれは彼の昨年の活躍を見ているからだ俺はいろんな人にこのことを聞いてみたがもしも今季が翔平の飛躍1年目だったとしたら彼は絶対に今季の MVP を取るそれには議論の余地もない俺はジャッジも大好きだから ジャッジからそれ MVP を取り上げるわけにはいかないのだけど彼、翔平が毎日言ってみせているこの歴史的なことの一部に参加できるのは本当に楽しいと称えていた出点。放置新聞社大谷翔平右腕支給で15秒動けず W 規定まで残り1イニング 米記者、明日登板予定だ。アスレチックス戦略門の表情。米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平投手は4日、日本時間5日、敵地アスレチックス戦に3番 DH で先発出場。3回の第2打席で右腕に支給を受け、しばらく座り込んだ。 明日5日、同6日には史上初の規定投球回数規定打席のダブル到達をかけて先発登板する予定。心配されたが、米記者は大丈夫そうだと伝えた大谷がしゃがみ込んで苦悶の表情。W 規定目指す登板前日、右腕に死球を受けた実際の映像3回大谷が苦悶の表情を浮かべた。 相手先発のアービンが投じた135キロのチェンジアップが右腕につけたエルボーガードの上に直撃。声を出した大谷は苦悶の表情でその場にしゃがみ込み15秒近く動けなかったがそのまま出場続行。一塁へ向かったツイッター上の米記者も即座に反応。米スポーツメディア ジアスレチックのエンゼルス版サム・ブラム記者は支給を受けた翔平大谷はトレーナーに見てもらうただ大丈夫そうで出場続行と伝え MLB 公式サイトのエンゼルス版レッドポリンジャー記者も大谷が右腕に支給を受けたが出場続行明日は登板が予定されていると投稿した大谷はすでに規定打席に到達しており 規定投球回数にもあと1イニングと迫っている。明日のアスレチックス戦に先発予定で、異業なるか注目される。失点。ザヤンサー編集部大谷翔平が右腕に支給受け、しばらく立ち上がれずヒアリー。一塁塁上では笑顔も。明日の最終戦では先発登板予定。米大リーグアスレチックス、エンゼルス、4日、オークランド。 オークランドコロシアム、エンゼルス大谷翔平投手、28が4日、日本時間5日、敵地アスレチックス戦に3番指名打者でスタメン出場。3回に指走者なしの2打席目に右腕付近に死球を受けたアスレチックスの先発は左腕のアービン。今年5月に本塁打を放つなど、25打数8安打、日本塁打の打率3割2分と相性は悪くなかった。 9月29日、同30日に対戦した際には、1打席目に中前的時代を放っていた。両軍無得点、初回市一塁の1打席目は、左時だった。両軍無得点の3回に市走者なしの2打席目は、初級のチェンジアップが抜けて、右手肘当てよりも偏りの腕部分に直撃。くもん、くの表情を受けてしゃがみ込むと、しばらく立つことができなかった。 ネビン監督代行らがすぐに駆けつけてヒヤリとしたが立ち上がって一塁へ歩き出すと一塁塁上では笑顔も見せたこの試合を含めて今季も残り2試合最終戦となる明日5日同6日には残り1イニングに迫った規定投球回到達へ向けて先発登板予定だこの日の試合前にはブルペンで30球を投げるなどして最終調整した出点。 放置新聞社ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。